どうも、キタリスの藤井亮です。なんちゃってスイープを本物のスイープに変身。はい、どうも、改めましてギタリストの藤井亮でございます。今回はですね、そのスイープのお話になるんですが、なんちゃってスイープ、ちょっとこれよりもっと前の動画でですね、スイープに関してちょっと解説をした動画があるんですけれども、そこでですね、なんちゃってスイープできるようにしてみましょうというところですね。まあこういうですね、スイープしてるような右手の動きっていうのをですね、慣れてやっていきましょうみたいなお話をさせていただいたんですが、それをですね、逆にスイープっぽくちゃんと弾けるように整えていく作業といいますか、それによってやってみると面白いんじゃないかなと思ってですね、今回なんちゃってスイープを本物のスイープに変身させちゃいましょうというところですね。なので今回スイープうまくできないなとかですね、なんかちょっと行き詰まってる方とか、まあどういうスイープしたらいいんかなとかいろいろ悩んでらっしゃる方ですね、ちょっと今回この動画を参考にしてみていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。で、今までもですね、ギター関連、音楽関連、動画上げさせていただいてますので、その動画のチェック、チャンネル登録、コメントとかですね、いろいろいただければありがたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ早速行ってみましょう。じゃあ早速本題なんですけれども、まずですね、まあなんちゃってスイープっていうところ、例えばですね、なんか弾いてる感じしますよね。ちょっと音鳴ってないやつあるんですけれども、まあこんな感じでなんちゃってスイープみたいなですね、ものを覚えていきましょうってお話しさせていただいたんですが、まずスイープっていうのが、ここまで上がったら4弦スイープの場合、この3弦までアップで、こっから4弦からダウンで弾くっていうですね、流れがあるんですね。こういう感じ、これですね、アップからダウンに切り替えていく、こういうのが必要になるんですけれども、なんちゃってスイープっていうのをされてる方っていうのは、このダウンアップの切り替えっていうところが結構うまくいってない方が多かったりするんですね。で、それをじゃあ逆手にとってですね、このダウンアップの切り替えっていうのを簡単にできるようにしようっていうところをですね、お話ししていきます。まずこれどういうことかというと、まずまあ C のスイープ、まあここのですね、3弦まで使いましょう。1、2、3弦ですね。ここで15、12、13、12っていう流れですね。これを全部アップで行き切っちゃいます。まあ最初はダウンですけれども、この3弦まで行き切っちゃいます。で、その後もう一回3弦をダウンで、ここから3弦から1弦までダウンで下がる。これで切り替えの作業、いわゆるこの弦が3弦まで行ったらまた下がるだけなんで、いわゆる弦の切り替え作業っていうのが必要なく、指の動きといいますか、この右手の手の動きでいうと、このままこう動いてるだけなんですね。スイープになると、ほんまはここで、こう。で、このアップダウンのですね、切り替え作業っていうのが絶対出てくるんですけれども、このところですね、これが、なくなるんですね。こちらですね、これをやってあげると、このなんちゃってスイープ、いわゆるこのスイープでこの弦の切り替えが難しいっていう方もですね、こうやって弾けてしまうっていうのがあるんですね。なので、この右手の動きっていうのを案外このまま、ただただアップからダウンに切り替えるっていう、これだけで弾けるようになるっていうですね、画期的なスイープになります。で、ただですね、これ右手は結構楽になるやんってところなんですけれども、左手がややこしいんですね、これが。いわゆる、って言った後にすぐに指が移動するんじゃなくて、ここで一回待機するイメージなんですね。二回同じ音を弾くので。こちらですね。で、ただこれをですね、練習するとやっぱなかなか難しいんですよね。これがですね、ちょっとうっと行き詰まった感を左手でですね、ちょっと感じないといけないので、なかなか難しいんですけれども、ただですね、これをうまいこと練習する。で、プラスアルファ、
ちょっとめちゃくちゃええ感じに弾けるフレーズっていうのがありますので、これをちょっと今回ですね、ご紹介したいと思います。まず、ダイアトニックコードを使っていくんですけれども、一旦キーをですね、Dマイナーでいこうと思います。ですね、これもですね、今から弾くフレーズというのが、もしかすると、ちょっとストラトキャスター使ってらっしゃる方、弾けませんって方いらっしゃるかもしれないので、今回、この Dマイナーでいこうと思います。で、今回 Dマイナーの、まず4度メジャーっていうのは B フラット。なので、こちらですね、この13フレットから。10フレットで11、10ですね。で、次、5度、セブンスのところっていうのが、C です。こちらですね。で、次、Dマイナーキーの、いわゆる6度マイナーキーのところですね。こちらです。で、次、こちらの F ですね。Dマイナーの、いわゆるメジャーキーのところ、1度メジャーですね。こちらでございます。ここのフレーズといいますか、ポジションを使っていきます。で、このポジションなんですけれども、なんちゃってスイープですね。これをやるにあたって弾く。でも、この同じ、フレットといいますか、ここでやってしまうと、どこが、いわゆる境目なのかっていうところのですね、確認が難しい場合があったりするんですね。で、プラスアルファ、この、ここ2回弾くってとこもそうなんですが、ここの最後ですね、1弦のところも2回弾いてるっていうのがあったりするので、まあなかなかですね、このタイミングをつかみづらいっていう方多かったりします。そこでさっきお話ししたこのコード4度5度6度マイナー1度メジャーのところですね、ここの部分を使っていきます。まずやっていくのが B フラットで、その後 C で、次D マイナーで F っていうところですね。これをつなげて弾いていきます。こちらですね。早く弾くとこんな感じになります。まあ実際にスイープとかもっとできるようになるとですね、スライドでこんな感じでですね、その上の3弦のところをスライドで弾くっていうパターンもあったりするんですけれども、今回はですね、まあ全部弾くっていうところでやっていきたいと思います。で、今回まあ最後ここですね、22フレットまたはここの20フレットチョーキングしてもですね、かっこよかったりするんで、これは好きなですね、パターンで練習していただければと思うんですが、このコードを変えることによって、どこで音が変わっているのか、どこでこのピッキングアップダウンが変わっているのかっていうところが明確になると思うんですね。で、しかも、このフレーズ自体が結構かっこいいっていうですね、どこでも使えそうなものっていうところになってますので、これも合わせて練習していただくといいと思ってます。なのでこちら最初ですね、プリングでアップアップで、ダウンダウンダウンアップで、またダウンプリングでアップアップでダウンダウンダウンでアップ、最後チョーキングとかですね、こんな感じですね。ここの部分をですね、徐々に、つなげて早くやっていただきたいんですが、最初ですね、これ全部つなげようとすると難しいです。早弾きの時のお話でも言ったんですが、まあ基本的に短いフレーズっていうのをですね、徐々にできるようにして、それを伸ばしていくっていう作業、瞬発力っていうですね、動画でそのお話をさせていただいているんですが、短いフレーズが弾けへんと長いフレーズ弾けるわけないやんっていうところですね。ここの部分をですね、考えて全部ここのですね、アップで弾き切る作業まで練習して、この後ダウン、ここですね、はい、ここをつなげる作業をやっていただきます。で、その後ここの次のところに移動する作業、ダウンでここですね。で、その後そこ行けるようになったらここまで行く。で、その後こっちスライドしてここまで行く、はい、あとはチョーキングするのみにですね。
この流れっていうのをですね、徐々に、順番にゆっくりのテンポから大丈夫です。これやっていただくといいと思います。これができるようになるとですね、このフレット移動っていうところをですね、滑らかに行うっていうことができるようになってるんですね。これの前の動画でちょっとスライド関連のですね動画上げさせていただいたんですけれども、そこにも通ずるところがあるかなと思います。で、これをですね、いろいろ組み替えていただくっていうのもですね結構楽しかったりします。まず最初これですよね。この後さっき C のとこ行ったんですが、ここを D マイナーに行ったり、こっちで C に行く、で F に、こちらですね。こういう感じでですね、縦横無尽に動くっていう作業もですねできるようにすると、結構ですね、ギターの上達っていうのがですね結構早まる場合もあったりします。でこれもですね、こればっかり練習してると本間のスイープできなくなったりします。以前僕もありました。なので通常のスイープですね、こういうですね4弦スイープであったりとか、5の6弦スイープもそうですね、こういったものもですね、練習はしていただきたいんですけれども、できるだけこのスイープっていうのをですねできるようにしておくと、いろんなですねフレーズに派生させることもできたりしますので、ぜひちょっと試してみていただくといいんじゃないかなと思っております。じゃあ今回の動画はですねこれで以上でございます。このなんちゃってスイープでてるで適当に弾いてたやつ、いわゆるこのただただ上がって下がってっていうのをただただ繰り返すだけのですね、この履いてるっていう作業ですね、もうスイープ、この言葉のままでございます。この状態で弾いているものをちょっと最適化させてあげるとですね、こういう形でフレーズ発展させることができるようになってますので、ぜひちょっと試していただくといいんじゃないかなと思っております。で今回の動画もですね、良かったと思っていただければですね、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価とかですねお待ちしておりますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。ではギタリストの藤井亮でございました。また別の動画でお会いしましょう。さらばじゃー。